お元気ですか、ボクシミでございます。今回は2020プロ野球チップス第2弾の開封動画第4回目でございます。で今回はですねちょっとね、急遽ですね動画をね出したいと思います。ある方からですねこのプロ野球チップスをねいただきましてですねあげてほしいという依頼がありました。なのでね今日は急遽ね4回目のね開封動画として上げていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずはですね、4回目の1袋目でございます。通算2000奪三振を達成した中日の、涌井投手のカードでございます。横浜 DeNA ベイスターズの渡内優樹外野手でございます。2袋目でございます。で木田カードが出ましたね。東京ヤクルトスワローズの中村悠平星のカードでございます。で広島カープの床田弘樹、投手でございます。3袋目でございます。ソフトバンクの選手会長周東右京内野手のカードでございます。全打順本塁打を全打順と本塁打 S コン通算100号を達成した日ハムの万波選手のカードでございます。4袋目でございます。楽天イーグルスの辰巳亮介外野手でございます。で阪神タイガースの岩崎優投手のカードでございます。はい、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画4袋終わりたいと思います。で最初ね言うの忘れてましたが最初ね5袋と言いましたが、4袋の誤りでございます。これサブチャンネルの方でね言ってますのでね、ご了承ください。はい、で、明日ですね、チアリーダーカード2024年の版のね、出ると思いますのでもし出たら前編の方をね開封していきたいと思います。で後の2袋はコミュニティの方に上げておきますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。